皆さん、今度の選挙では大軍拡ストップさせる、そのための一票は斉藤和子さん、日本共産党斉藤和子さんへの一票しかありえないと私は確信しています。今年度の国の予算は、軍事費防衛関係予算はプラス 89.4%、 4.8 兆円も増やす。さっき私、大学の授業料半額って言いました。返さなくていい奨学金を今奨学金借りてる人の半分まで、これね、全部やって必要なお金は 1.8 兆円なんですよ。今年度軍事費 4.8 兆円おかしいですよね。そっちじゃないよと、直ちに授業料半額ってことではないでしょうか。そしてね、これだけ軍拡の予算積みながら物価高騰で本当に中小企業が大変なのに、中小企業への対策予算はマイナスなんですよ。最低賃金引き上げるためにも思い切った財政支援が必要な時、中小企業の支援策を、その予算をマイナスにするなんてありえない。食料危機の時、斉藤和子さんは農業支援の質問もいっぱいやってきた。その時に農業支援、食料安定供給の予算も今年はマイナス、そして軍事費はプラス 4.8 兆円。こんな予算を成立したからといって、はいそうですかと認めるわけには絶対にいかない。しかも今年だけじゃないんです。こういう大軍拡のままの予算は今後延々と続いていくことになります。今おそらくこの選挙ではどの候補者も子育て支援だって言うでしょう、子育て予算の倍化だって言うでしょう。軍事費2倍とは絶対に両立しないですよ。もし大軍拡やりながらってことになったらどうするのか。高齢者の医療や介護を切って離すような、そんな政策がやられるんじゃないでしょうか。それでも足りないと言って消費税の増税に突き進むことになるんじゃないでしょうか。それはね、そんな風に暮らし痛めつけたらますます日本の経済もうね、立ち直れなくなります。大軍拡は亡国の道だと言わなければなりません。これだけの軍事費を増やして何をやるのか。ミサイル爆買い、ミサイル開発です。まず買うトマホーク400発、専守防衛だって言いますが、トマホークというミサイル、アフガン戦争、イラク戦争を見ても専守防衛で使われたことない。だいたいね、トマホークというのは飛ぶ速度が飛行機よりちょっと速いぐらいなので、一発二発撃ったぐらいでは撃ち落とされる危険性があるんです。いきなりの先制攻撃でダダダダダダッと集中効果を浴びせなければ使えないミサイルだと言われている。じゃあ日本も集中砲火やるんでしょうか。国会でそういう質問やりましたら防衛大臣はお答えすることはできませんと言うんです。否定ができないということです。そしてね、このトマホークはアメリカに最初にお金全部払っちゃったんですけど、日本に配備されるのはどんなに早くても4年後5年後だって言います。3000キロ飛ぶミサイルだ、これはこれから開発するので一体いつになるのかもわからないでしょう。つい先だっても北朝鮮のミサイル問題が本当に不安を広げましたよね。これね、ミサイルにはミサイルですか。しかもあたかも日本の安全が今すぐ脅かされるって言ってる時に4年後5年後なんですか。今すぐ外交って話なんじゃないでしょうか。皆さん、これまで自民党の政権の中でも、例えば田中角栄さん、中曽根康弘さん、専守防衛について何て言ってきたか。たとえ相手の国から攻撃を受けても、その攻撃を日本の領土領海から排除するまで、そこまでなんだ、相手の国を攻撃することは専守防衛ではない、これができない自民党の政権が取ってきた立場なんです。これさえ投げ捨てて相手の国を攻撃できることにしてしまう、国民への説明
点で軍事行動を取れば、その基地は日本にある。存立危機事態だ、集団的自衛権だ、こう言って日本の国はどこも攻撃されていなくとも日本から相手の国を攻撃できてしまう。そんなことやったら相手の国から猛反撃を受ける。大規模な被害が起こる可能性がある。これが防衛大臣の答弁なんです。現に自衛隊の基地は戦争に備えて地下核シェルター化が進んでいこうとしています。こんな戦争の準備が何が安全保障なのかと思います。斉藤和子さん、先ほどね、平和への思いを心から訴えました。私も木更津のオスプレイ配備などで一緒にパレードも行って、こんな保育園の目の前の基地にオスプレイを置くのかということで防衛省などとの交渉も一生懸命やってきた。この立場で国会で質問もやってきた。この斉藤和子さんもどうか立場の違いを超えて、選挙行ったことないっていう方も、今度ばかりは戦争準備じゃないの、この声を斉藤和子と書いて広げに広げにお寄せください。よろしくお願いいたします。私たち日本共産党は大軍拡反対と言っているだけではありません。どうしたら戦争の心配のない日本を作ることができるか、現実的な提案をし積極的に行動するのが日本共産党です。斉藤和子さんも選挙の時にね、東アジアサミットをもっと使おうよっていうことを訴えてきたんです。国政選挙のために。これ毎年開かれてるってご存知でしょうか。アメリカ、ロシア、中国、日本、韓国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、そして ASEAN、東南アジアの国々の大統領、総理大臣、主席一堂に会する会議は毎年現に行われています。昨年行われたこの東アジアサミット議長声明、私実は昨年12月の予算委員会で外務大臣に読み上げてもらったんですよ。朝鮮半島情勢、北朝鮮のことですね、南シナ海、中国の問題、なんて書いてあるか。関係当事国の平和的な対話が重要である。平和的な対話に資する空気を増進することが必要である。私、心を込めて読んでねとあらかじめお願いしてたんですが、心は全く困っておりませんでした。それだけじゃなく、外務大臣はこんな解説をつけたんです。この議長声明は議長国カンボジアの責任においてまとめられたものであり、日本政府は関与しておりません。ちょっと驚きますよね。何偉そうに言ってるんだ、関与しろって話なんじゃないでしょうか。関与しなさい、どうするかってことですよ。私たちね、批判するだけじゃない。この間は新委員長も私も小池晃さんも岸田総理に会いに行きました。中国との対話の糸口はあるじゃないか。2008年日中首脳会談が行われていて、共同声明には日本と中国は互いに脅威にならないと書いてある。これは日本政府も中国政府も守る責任があります。共同声明だから、関与したんだから。だったらこの立場で尖閣諸島の問題を含めて話し合いしていく、脅威にならないためにどうするか話し合うことが今すぐ
ためには岸田政権ときっぱり対決し、市民との共闘をどこまでも大切にする日本共産党が大きくなることがどうしても求められているんです。市民と一緒に現に政治を動かしてきた斉藤和子さんをどうか島国から衆議院へと戻してください。お送りください。心からお願いいたします。党を作って101年どんな攻撃や弾圧や妨害にも決して屈することなく戦争をしてはいけない、この立場を貫いてきたのが日本共産党です。暮らしを守ること、自由と民主主義を前にする